田小学校では良い生活習慣を身につけるための取り組みとして、夏休み中や学期の初めにニコニコチェックという生活習慣調べをしています。一人一人が起きる時刻、寝る時刻、テレビやゲームの時間など自分で目当てを決めて意識して生活するように心がけています。また学期に1回健康タイムという朝の活動の時間があります。睡眠や朝食の大切さなど良い生活習慣を身につけるための学習をしています。私たち保健員も毎年健康に関係のあるビデオを作成し、全校生で健康について考えられるよう工夫しています。保健委員会は5、6年生8名で活動しています。毎週火曜日にはレッツブラッシングといって、歯磨きが丁寧にできているかをチェックし、正しい磨き方を全校生に知らせています。毎年開かれている学校保健委員会では、講師の先生に来ていただいて健康についてのお話をしてもらえています。今年は生活習慣の大切さについて病院の先生に話をいただくことになっています。生活習慣に関連した取り組みとして、みんなが元気で楽しく、そして気持ちよく生活できるよう、挨拶ボランティアや身だしなみチェックを行っています。毎日多くの人が挨拶ボランティアとして教室を待っています。今日はミミカ先生に良い生活習慣の作りについてオリジナルダンスを教えてもらいました。学校のみんなで踊って生活習慣の大切さについてしっかり考えていこうと思います。